インコは人間の言葉を覚えることができる唯一の鳥です。インコは羽ばたくだけでなく後ろ向きにも飛ぶことができます。インコは鏡の前で自分自身の姿を見ることができます。自己認識能力があるため自分を認識していることがわかります。インコは食べ物を自分で剥いたり壊したりすることができます。これは彼らの器用さと知能の証拠です。インコの羽は虹色の光を反射して美しい輝きを放つことがあります。インコは人間の言葉を真似するだけでなく環境の音や音楽を模倣することもあります。インコは社交的な動物であり人間や他のインコとコミュニケーションを取ることが重要です。孤独を感じるとストレスを感じることがあります。インコは非常に長寿であり一部の種類は50年以上生きることがあります。インコは非常に賢くパズルやトリックを学ぶことができます。知能が高く訓練性があります。インコは好奇心が旺盛であり新しいおもちゃや環境に興味を持ちます。彼らは刺激的な環境を求めることがあります。